地形図見るとここから先点線なんですよ。道が点線っていうのは自動車は通れないけど歩きは OK っていう、もう誘い込まれるような隙間ですよね。あ、なんか補修された。なんかいた。なんかここ右にも左にも行けそうな気がしませんか？これは崩れて登って越えるしかないですね。どっかなこれ。いやー、これがもはや道だったかもわからないな。戻ります。ラインとしては右だけど左から行ってみよう。てかここに道がある。ちょっと待って、ここに道がある。あった、あった、あった、あった。重機がないと思うので手作業ではないでしょうか。だいぶ崩れてますね。三輪の車とか軽自動車ぐらい入れるサイズではないでしょうか。おお、見たかった景色。噂には聞いていたんですが、最初に掘り進める穴が洞口というんですね。それが方向をちょっと間違えちゃったみたいで、行き違いが発生してしまって、このトンネル自体の穴はちょっと左カーブで向かってるんですが、右上にちょっと穴開いてますよね。これが多分間違えちゃった洞口ですね。お、涼しい。コウモリが扇風機みたい。
鉄鉱石を運ぶための配線跡が今は車で走れる、もしくは人が歩いても OK な道路になってまして、今目の前に私が見たかったかっこいい構造物、通称赤谷の連続ドーム。最後の最後、一箇所そのままの姿のものが残ってるんです。かっこいい。当時の枕木が撤去されてないみたいで残ってるんですよね。